北九州短距離ステークスということで、今日小倉のですね、芝 1200m のオープン戦ということでね、これは本当によう分からんという形で、小倉のコースって向上面の方が標高が高かったりする関係で、結構な下り坂になったりするコースだったりするんでね、1200m 戦で日本レコードがなぜか小倉で出るっていうのは、小回りっていうよりはそういう影響が大きいから下り坂だからというところなんですけども、こんな感じでね、分かんないんでボックスでいきたいと思います。まずね、2番人気ロードマックス短距離転向で全然そうオープン勝ちましたね、札幌でね。そうなってくるとね、冬の芝の方が合うんじゃないかということで、この時期狙っていきたいところ、鉄砲実績もある意味で、ある馬ですし、期待をしていきましょう。で、5番人気カリボール、昇級5戦目、前走オープン8の掲示板とクラス慣れしてきましたね、徐々に着差が縮まってきました。なのでね、今回も期待ができると思います。そして7番人気ストーンリッチ、前走ね、昇級3戦目での馬券圏内。ディープインパクト3区でね、5番だったらこの辺で一発穴開けるタイプの決闘かなということで入れておきたいと思います。で、11番人気キャプテンドレイク、小倉で2勝してますからね、コース巧者。重賞5着という感じの実績はある馬ですし、オープンなら期待をしておきたいと思います。そして、しんがり人気、姿勢飛天、初の小倉ですからね、新潟で結果を出してきた馬なんで、前走も悪くないし、なぜ18番人気なのかちょっと分かんないやぐらいには、ね、最近調子が悪くはなかったり、よくはないっていうかね、構想続きだったらさすがに、あれがあれで、もうちょっと人気はするんですけれども、18番人気の割にはね、新潟校舎なんですよね。新潟もね、20何年前に左回りに変えた、右側回りから左回りに変えたようにね、直線にやや下り坂っていうコースですから、小倉と適性は合うと思います。新潟校舎、初の小倉期待をしていきたいという形でね、姿勢飛天入れて、今回はこんな感じの5等ボックスでいきたいと思います。そんなわけでね、またこういった形でやってきますんでね、メインチャンネル、フェガム TV の方でこの後の重賞2つ、共同中心杯、京都記念、それぞれアップしています。こちらのチャンネルではこんな感じでね、他のレースという感じでやってますんで、合わせてチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、タッチでした。